さん、一人でうろうろしてどうしたの？誰か探してるの？私？そうだったんだ。ごめんごめん。うん、ちょっと庭木の手入れのお手伝いをしててさ。ほら、もうすっかり背が伸びちゃって。手入れが大変そうだったから、ついね。うん、そんなに時間はかからないよ。あと30分くらいかな。あ、ごめんね。じゃあちょっとだけ待っててくれる？なるべく急ぐから。お待たせ兄さん。それで私に何か用？シャツ？え？あ、ほんとだ、破けちゃってる。いつの間に。ああ、それで声かけてくれたんだ。優しい、ありがとう。うん、傷はないみたい。シャツだけだね。平気平気、別に見られて死ぬようなもんじゃなし。大丈夫だよ兄さん、気にしすぎだって。お、これは兄さんのシャツ？どうして？え、いいっていいって、クリーニングから出してきたばっかでしょ。私なら大丈夫だから。あ、本当に兄さんに見られるくらい平気だし。分かったよ。じゃあ少しだけ借りるね。わあ、すっぽりだよ。兄さんって意外と大きいんだね。ごめんね、せっかく綺麗にした服借りちゃって。うん、私はもう今日の予定ないからね。あとは寮に帰るだけ。兄さんは？これから勉強。頑張るね。あ、それなら私もついて行っていいかな？ついでに兄さんに勉強を教えてもらおうと思って。迷惑だったら全然いいからね。本当？やったー！この間の授業でわからないところあって困ってたんだよね。助かるよ。ん？着替え？ああ、そっか。でも一度寮に戻るのもな。でもこのシャツ姿見られると人によっては命の危険が。例えば兄さんの部屋で勉強とか。どう？あ、やっぱダメ。いいじゃんいいじゃん。わかったって。じゃあ寮に戻ってきます。後悔しない？わかったわかったから。